とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ダウンロードコンテンツなしのビルドで、一番おすすめは何でしょうかということですね。ありがとうございます。ダウンロードコンテンツなしだったらば、ベタ足で、戦っていくのがおすすめです。で、その際に、防具は、ウィザー一択です。ウィザーのアーマーが、まあ、間違いなく最強かなと思います。で、弓ですけども、ハープクロスボウが無難だろうね。まあ、初心者でも上級者でも、ハープクロスボウはかなり使いやすいと思います。まあ、力の弓とかそういうのもあるんだけども、ちょっと慣れが必要なところがあるので、ハープクロスボウが無難ですね。で、アーティファクトですけども、ブーツ、ドラ、キノコ。この3セットが間違いないでしょう。はい。で、近接武器ですけども、おすすめが5つあります。5つある。まあ、それを1つずつ説明しながらいきますね。それではラストステージいきますね。では、まず最初、この武器です。ささやく槍ですね。槍はちょっと、横への攻撃が範囲が狭くて使いにくいイメージがあると思うんですけども、まあ使っていくうちに慣れてくると思います。で、必須エンチャントがありまして、重力とリフレッシュ。この二つ。重力リフレッシュは絶対に入れてください。プラス残り二枠は、火力枠ですね。これは虚無とクリティカルを入れてますけども、まあ追い打ちとかアンチャンティングでも相性はいいんではないでしょうか。行きましょう。まあ、とにかく、この槍の強みっていうのが、打点がかなり先にあるっていうところです。なので、先の方で敵を貼り付けにできて、火ダメをね、最小限に留めることができる。なので、かなり安全に戦うことができて、さらに、火力も結構あるので、これはだいぶ好きな武器の一つですね。うん。で、槍は、幸運の槍と囁く槍、2種類あるんですよ。2種類ある。2種類あるんだけども、断然、囁く槍の方が、俺は好きかな。うん。アイテムボーナス好きな人は、幸運の槍でもいいと思うんだけども、俺は囁く槍で間違いないかなと思います。そして二つ目のおすすめ武器ですけども、これです。グレイブですね。グレイブには二つあって、大いなる破滅とベノムグレイブがありますけども、まあどっちでもあまり変わりはないです。うん。まあ俺は、砲器が好きなので、大いなる破滅の方ですね。これをつけてます。で、これにも必須エンチャントありまして、槍と同じくです。重力とリフレッシュ。この二つは絶対に必要です。で、残り二つは、同じく火力枠という感じですね。グレイブは、槍よりも横への範囲が広いです。で、縦への範囲が若干狭めという感じですね。まあ、人によっては、槍よりもグレイブの方が使いやすいなって思う方もいると思う。まあ特に最初の方はね、そうだと思いますけども、まあグレイブもかなり使いやすい、武器の一つだとは思います。使い方はね、槍と一緒です。もうとにかく打点がかなり先の方にありますので、重力で貼り付けにして、火ダメをね、最小限に抑えながら戦っていく。そういうスタイルですね。そして3つ目におすすめの武器なんですけども、これですね、ホークブランドです。剣のユニーク装備になるんですけども、これがおすすめです。あとダイヤモンドの剣もあるんだけども、ホークブランドの方が使いやすいと思います。もともとクリティカルが入ってますね。ダイヤモンドの剣は鋭利1が入ってますので 10%、攻撃力が高いです。でも 10% なので、俺はホークブランドの方が間違いないかなと思います。まあ見た目もこっちの方がかっこいいしね。うん。まあ性能も全然こっちの方が上だと思います。まあこれはとにかく、手数で攻めていく感じで、ガシガシと戦っていくだけ。うん。まあ特に考えることもなく、いけると思います。
で、結構ね、火ダメをね、受けることがあるんですよ。なので、ハーフクロスボウをデバフ弓にして戦っていくと安定感がまた増すと思いますね。このデバフ弓っていうのは、ハーフクロスボウに弱体化と虚無が入ってるやつです。うん。ハープクロスボウには弱体化虚無。これは、入れた方がいいと思います。安定感が増しますよ。で、プラスで、マルチショットと長弾が入れば、さらに良しっていうところです。それでは、おすすめの装備、4つ目です。4つ目の装備ですけども、これです。心を奪うものですね。クレイモアのユニーク装備になるんですけども、ブロードソードよりもこっちの方が断然強いです。ユニークスキルで、吸血がついてます。敵を倒すたびに 5% かな ?HP が回復しますので、安定感が全然違うんですよ。めちゃくちゃ安定する。まあ、火力は、ブロードソードの方が上なんだけども、いや、全然、こっちの方が断然強いです。うん。まあ、攻撃寄りよりも、防御寄りの武器という感じですね。で、最初の頃は多分ね、あまりね、この振りの遅い武器っていうのは慣れないと思います。うん。最初はね、慣れないと思う。でも、まあ、使ってるうちに、このスピードにもすぐ慣れてくると思うんで、ぜひね、これは使ってほしい、装備の一つですね。危ねえな。こいつ危ねえな。固まった。まあ、とにかく、この吸血が、ものすごいです。うん。吸血の効果がものすごいので、絶対装備してみてください。敵を倒すたびに HP が回復していきます。危ねえ。ギュンと回復するね。そして、おすすめの武器、5つ目。これです。両刃斧系ですね。呪いの斧とワールウィンドあるんですけども、まあどっちでもいいと思います。俺は呪いの斧の方をよく使いますね。これね、火力がかなり高いので、痛みサイクルを入れるのをおすすめします。うん。で、あとリフレッシュは絶対必要ですね。リフレッシュと痛みサイクル。これを入れてみてください。めちゃくちゃ強いです。いくぞ、まあ、とにかくね、この痛みサイクルが発動した時が、ガツンと減るのよ。とんでもないダメージを出せるし、クリティカルもね、一緒に入れてたら、クリティカルでさらにダメージが上がって、なんかね、わけわからんダメージ出る時があります。OK。では、ボスを倒しましょう。危ねえぞ。はい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 。で、トムがね、絶対3じゃなくてもいいんですよ。うん。できれば3の方がいいんだけども、危ねえ！できれば3がいいんだけども、ね、1でも全然構いません。そんな溜めてね、攻撃はしないので、全然大丈夫です。危ねえ！なんか食らうな。OK。でも、もうおしまいですね。終わりー。はい。ということで、今日はコメントありがとうございます。ダウンロードコンテンツなしのビルドでは、俺は、ベタ足で戦っていくのがおすすめです。おさらいをしますと、防具はウィザー。弓がハープクロス。で、弱体化と虚無は絶対必須ですね。で、アーティファクトは、ブーツ、ドラ、キノコ。この3セットで間違いないと思います。で、近接武器の俺のおすすめは、グレイブ。まあ、大いなる破滅ですね。大いなる破滅。んで、槍が囁く槍。で、クレイモアは心を奪うもので、あと、剣ですね。剣はホークブランド。で、斧は呪いの斧。この5つがおすすめです。はい。ぜひ集めてみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。